嬉しいなぁ今日はねそんな君にほらプレゼント買ってきたんだへへ <laughs> だと思う大丈夫、怖いものじゃないよほらそんなに怖がらないでねこっち来て <laughs> じゃーんこれ 何かわかるかなそう指輪どう綺麗でしょ君に一番似合うものをって頑張って選んだんだ見てみてこれね私とお揃いなんだよ君と一緒に買いに行きたいとも思ったけどやっぱサプライズで驚かせたいなーって思って気に入って くれるねえ覚えてるかな今日はね私が君をここに連れてきてからちょうど一年の記念日なんだよ初めの頃は大変だったよね私がお仕事行くたびに君は逃げ出そうとしてお部屋をめっちゃくちゃにするし仕方ないから君に指輪をつけて。 動けないようにしてから出かけたりしてたけどさすがの私もあれには心を痛めたようんまあでも根気よくしつけ直してあげたらすっごい素直ないい子になってくれたし君も嬉しいんだよね私のものになれてねえそしたらさこれ どの指にはめてほしいそうだよ。どの指がいい君はいい子のワンちゃんだから私の言ってることわかるよね。<laughs> ほら出して君が指輪をはめてほしい指を私に差し出すみたいにここにはめてください 君からねああ、嬉しいな君の方からちゃーんと薬指を差し出してくれたうん偉いよ大好きうんなんで泣いてるのそんなに嬉しいの <laughs> それとも まだあの女のことが忘れられないのうん <laughs> そんなわけないよね君はこんなに素直でいい子なんだもんそんなに焦らなくて大丈夫だよ私は君の本当の気持ちをちゃんと知ってるからほらいい子いい子 <laughs> じゃあほら 一緒にご飯食べよう。君は何にも心配しなくていいからね。婚姻届はもう書いておいたから。明日一緒に出しに行こうね。<laughs> 大好き。